はい、えー、木太郎です昨日ですね『その週刊少』私コンビニでふらっと入ったコンビニで目についたトイレに行くとこに銅線にあるじゃないですかなんか目に留まったんでパパッと思う通りのやつを4紙買ったっていう話で、えー、先んだってはあのー『週刊プレイボーイ』と『えー あれですねナックルズを買ったほ他に「週刊実話」と「朝日芸能」って買ったんですけどいや私もうちょっとこれ皆さん関心があるかと思って昨,昨日のやつ全然ないんでこれちょっと無理だなとあこんだけ関心がないんだ、うん、私の愚痴言うやつよりあの数字が伸びないんでこれ無理だと。 それはそうだよね多分おそらく見ない買わない人たちがそんな買わない雑誌をの話をされてもそれは興味ないわなと。いやこれぐらい駄目なんだって駄目ってだから雑誌をやってる人たちに申し訳ないなと思うけどあこんな風なんだってだから今の習慣実はこんな風ですよ朝日芸能はこんな風ですよこんな記事がありますよっていうふうに割と面白おかしく言える。 あの内容は頭にまとま,あのまとまったんですけどこれ言えないなって思っちゃったんですよね。それぐらいいもう求心がないのかなうんまあ私が「週刊実話」とか「朝日芸能」っていう雑誌に対して思い入れが非常にあるわけで長くもうずっと毎週毎週見ていたっていう時期がありました。それもこうちょっと とか刑務所なんでやることないから見るんで社会にいる皆さんが1週間待って楽しみにしてって買うっていうことがどんだけあるかなって確かにねって今だとこの映画でも何でもまあ公開する劇場は別としてもネットフリーンでもディズニーにしても最近私ディズニーアマ,ア,マゾンあのアマプラとかっていうのもなんかディズニーの方が作品内容が多いなとか思ったりするのもあったりするんであの 分かってきて、ターミネーターじゃないわ。プレデーター。プレデーターはディズニーでしかやってない。なんでネットフリとかあ、ま、あの、アマゾンのやついないのかなと思ったらもう違うんですね。そうすると、プレデーターはディズニーだなって一通り見ましたけど。 昔見た感動はなかったっていう <laughs>。あれ、もうちょっと違ったし、もっとすごかったんじゃない,い嫌いじゃないんだけど、うん。要は、ヒーロー前も話が変わりますけど、これ、週刊誌の話じゃなくなって、ヒーロー前としたヒーローじゃなくて、奇怪な様相で、いや、方や怪物なんだけど、別に正義のために戦ってるんじゃない結果的になんか戦っていくっていう、あの、 不気味さと圧倒的な強さっていうものにね惹かれることがあって一般的な敵があってっていうことじゃないっていうものに印象があったんですけど、ね、改めて見ますとうんあの時に見た感動をもう一度ではなかったなっていう気はしますまあ週刊誌の話に戻ります、えー「朝日芸能は朝日芸能なんだ」「週刊実は実はなんだ」まあね私はびっくりしたのヤクザのところをまだねきちんとね書いて描写してるんですよ。 でやっぱり記事の内容を見るとさすがに精度は高いです。精度は高い。何々組の何々があってこういう状況があってこういうことがあって誰がついてどうこうっていうふうに非常にもう昔と同じパターンの書き方がしてあるんですけど一般の人が見てそれを <laughs> どれだけ関心があるのかとあの昔はもう朝日芸能週刊実話とかはどこの組にも。 必ず毎週毎週週買うと、ねまあ、週刊大衆はあんまりないにしてもっていう、まあ、あとドキュメント、えーえー、っていう風だったんですけど、うん、実は時代とか月刊誌とか必ずどこの事務所事務所の数があれば事務所の数分だけ売れるという風だったんですけどもうだって事務所の数が減ってますからね圧倒的に。うん ねえどこまで需要があるのかそれと、まあ、報,報道がしにくいっていうのとやっぱりもう私たちが大体知っている話になってくるので改めて活字にして650円払ってみるのかということなんですね。もうあの喫茶店が減っているっていうのもありますよね。 たりすするのが喫茶店でで週刊誌を読むっていいうことも,もうないですよね私もたまに喫茶店とか入ったりしますけど週刊誌読むというよりもスマホいじってる人たちが多いのでそこで週刊誌を目的に新聞もっていう需要がどれだけあるのかなっていうふうには思ったりもしますだからまあその生活スタイルがこれだけ変わるとやっぱりそうなのかとうん。で まあこれ私も思ってちょっと失笑というか笑っちゃうんですけどこの見出しですよ見出しのトップにですよ「週刊実はザ・タブ t 620円「週刊実は増刊」っていうやつなんですねこれね私がたまたま買ったのが。 1、まあ、一つ週刊誌の分かりにくいところは、10月12日号って言ったって、まだ10月じゃないんですよね、9月なんですよ、だから、この前倒しでいってる日にちが分からなくて、これが新しいのか古いのか、最新なのか分からないっていうのがありますよね、うん、これはなんとかならないのかなって、常に思ってたんですけど。 今週、何月、何週、何日のい、いつに出たって分かりやすい、それじゃダメなのかなって、ちょっとこれは一回聞いてみたいなと思うんですけど、その一番先頭のトップのところに、中で何回でも出して絶叫てこれはちょっとやっぱりさすがに買いにくいなっていうのもありますよね。うん。ねえ。うん。もう、トップの女の子は、 あの写真で写るのが今までは例えばタレントさんとかあのセクシー女優さんだったのがもう AI8 切れバディ AI になっちゃってるうんそうかねえ AI ですよねっうん、なんかねでもヤクザのお話は六代目山口組構想10年に突入 決戦部隊に出撃指令、まあ多分絶対ないと思います。これは。出撃指令は絶対ありえないです。そんなことするわけがないので。ただやっぱこういう見出しになっちゃうと、現実と乖わり入りしてるなっていうふうになっちゃうんですよね。うん。ねそうなんですね。だからなんか文句ばっかり言う話になっちゃうんで、やめとやね。だからここも、まあファンタジー要素があってっていうことなんだけど、まあ、これ、うーん。 ね、YouTube 自体がねあの暴力団反社組織を礼賛することがだめになってるんです。ね。うん。もうその時点でコンテンツとしては成立しなくなっちゃうので、まあ、こういった独自の週刊誌とか出版はまだねあの自由がありますから、うん、そうなんですけどね。はいうん 今喋っててとんでもないこと思い出したんでそうだ今出版社っていうことで何思い出したかって言ったら皆さんの読書感想文いただきましたねはいそれの結論が出版社からあったんであこれなんか大事なこと忘れてたっていうことで今思い出したうんねよしこれうんちゃんと話せっかくのやつなんで話ししないといけないですね はい、うんそうなんですこれはい今急に思い出してあららら,ら大事なね私のあの著書ねえーうん「愛と平和違う」<laughs> ねうん「裏社会からね人生を守る教科書」という、ね、それの読書感想文夏のそれの出版社からの結果が出ておりますので。 えー、これもね、ご報告したいな、ということでございます。ね。はい。ありがとうございます。はい。超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う違う違う、違う。ね。まあ、ここから、 これも売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎。私のね、幼少の、幼少のっていう、な、まああの私があったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。 もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。